花火だ。カウントダウンライブだ。こんばんは。花火。お疲れ様でした。お疲れ様です。こんばんは。携帯の充電ができてなかった。12で配信してます。ごめん、楽しかったね。ありがとう、来てくれて。こんばんは。充電できたら普段のあれに戻します。ミクさん、お家帰ってご飯食べて話してたらこの時間になりました。楽しかったです、ありがとう。こんばんは。今回ですね、ありがとう。そう、仕事納めでした。髪サラサラって親にも言われました。25日誕生日で26歳になりました。おめでとう。クリスマスバースデー。塚原さん、クマ、ありがとう。なんか今日雰囲気違う。うん、スタジオの時はメイクが濃いんですよね。跳ね上げにしました。お仕事の話を家族とすることってあるの？相談とかはあんまりせんけど、最近はよく話します。やっぱ伸びましたよね、ここ。それな、もう伸びて伸びてあれだろうから、やれる時にやっとこうと思って今日やりました。このタンメイクっぽい。そう、確かに。でも赤なんですよ、アイシャドウとかが。しとりからハチの巣外れちゃったのね。なんかしとりからハチの巣外れちゃったっていうか、あのね、こう、あのレッスン期間も少なくて、でも2期の子がさ、新しく2人入ってきてくれるってことになったから、マストビーノーとかも本当は6人でやりよったけど、まあクーカちゃんがしとり考えて、あの何て言ったらいいのかな、まあ、最初にクーカちゃんのさ、ソロタイムがあったから、普段の公演というよりかは、その卒業公演ならではの公演みたいな感じになっただけなので、それが外れたっていう感じというか、これは一回限りのっていう話ですね。なんちゃんさん、花火ありがとう。今日も一番キックが高かった。ほんと？チュンリー？は？昇竜拳。こんばんは。課外活動でのスコアは最初ソロなんやね。ね、なんか多分してもせんでもいいんじゃけど、したいメンバーなんじゃないですか。マリーナもクーカちゃんも。
前髪とある前髪があるかないかで目の大きさが全然違う。昇竜拳うちにとって今年の三大ニュースって何やった？それはあれで喋った、足筋で。昇竜拳はチュニじゃない。誰だっけあの人は。気づいたら自然と道に目がいってる。本当？ありがとう。これはチュリさんの T シャツでございます。あーそうだ、初めて最前列で見ました。みちのダンス迫力がすごかった。ほんと？なんか今日の最前列の方なんか近かった気がする、いつもより最前が。嘘かな。なんか近いなって思ったんよね。座席がいじると多かったから。あ、そうなんや。今年買った中で一番買ってよかったもの。今年何買ったっけ。でもバセリンは良かった。あとはなんか美顔器買ったんですけど良かった。あとはなんだろう、分からんな、いっぱい良かったのいっぱいある。あんにょん。確かに。入ってないよまだ。美顔器ってどうなの？ルームの方が教えてくださったやつ。エルフェス？韓国のリフトアップとなんか染み込ませみたいな、めっちゃ良かったです。ありがとうございます、教えてくださった方。手紙朗読がエモくて素敵でした。お手紙うまく読める自信ある。80年代ならソロアイドルで大成功した。私生まれてくる時代間違えたか。ね、あ、また間違えた。メリクリ忘れてた。エルメスじゃないよ、エルフェイス、エルフェイスみたいな。こんな穴番と呪術回戦、穴番が見たいですね。呪術回戦一個も見たことないので。今日グーカちゃんの質よくありましたね、ありがとう。でもちょっと最初の靴が難かったな。かもね、きなさん親が好きで好きです。今日メイクいいね。ほんと垂れ幕のね
絵が素敵でした。あのクーカちゃんの、クーカちゃん関連の絵がなんかシャボン玉みたいなやつの中に入っとるデザインで、青いひまわりが3、4個入ってて、その中に、あ、クーカちゃんのファンの人青いひまわり好きだったのかなって思った。ああいうなんか愛があるのいいよ。ドレスもめっちゃ素敵だったし、最後クーカちゃんにお見送りあるの頼んだ、あ、そう言うの忘れてた。みちの髪の毛が綺麗ってめっちゃ思ってた。本当ね、めっちゃ言われます。今日多分ストレートだったからですかね、長伸びたし、伸びてのこっちも充電なくなってきた。充電できたんですけど、なんかこの角度楽だなって思って、この角度で配信したいな。充電こっちにしよう。ねえ、伸びましたよね。結局ね、結局女の子はストレートが可愛いんじゃないか説ある。私思う、我思う。ストレートヘアがいっちゃん。角度といえば昨日の TikTok の角度、あ、ここよ、ここここ、ここで角度、グラクチョ、神様と、髪の長さじゃないよ、ストレート、くねくねとかショートとかボブでもくねくねじゃなくてストーンのストレートっていう意味です。こうやったらふわふわって感じやけど、ストレートはツヤツヤって感じっていうか、なんちったらいいのかね、めっちゃかわいいなって思う。そうそう、長さじゃなくて、そう、髪型ですね。自分はそう思うだけ。でも巻いてる子も可愛いし、自分も巻きたくなる。自分の髪質は気に入ってます。なんか細い猫っ毛みたい。そうそう、そうそう、スキマイカちゃんに似てるかも。うそー、似てないですよ。マイカちゃんめっちゃ好きです。あんなに美しくないよ。イエイイエイ、うちのストレート間違いかった、ありがとう。あれ、私おやすみメール送った？マスカちゃんに見える。でへ、ごめんなさい、来ないわ一生。2021年12月28日のお休みメールはもう来ないですわ、ごめんなさい。今日のメイクも自分でしたの。そうだよ、素
最初に、ああ。今日の道一段と可愛いですね。そうかな。でも口が塗って、口塗ってない。20円盗んだお買い方ありがとう。ネジメロ送るの忘れてました。ね、綺麗じゃないよ。ミチさんにはミチさんって呼ばれることが多いの。うん。最近ご多忙。そうですね。ご多忙でした。ね、サイン会ありがとう、名前違ったけど。嘘。え、登録してた名前と違ったらもう一回書き直しされるから、なんか配信外とかでも合ってるんじゃない。本当？本当に違いましたか。それはすみません。今の名前と違う。あ、そういうことね。あなたの登録忘れか、それともショールームと違うだけ。今日でモバイルの締め登録を道にしてからちょうど300日目。おお。1年行くまで頑張れ。中3で受験生なので高校生になったらイベント行きます。頑張って、受験ファイトです。私も高校受験頑張った。ではあまり休みとかなくてもいいタイプ。うん。って思ってた。でも最近は疲れてましたね。3000円ですこれ。隣のカーテンに何かついてるのは何？カーテン止め？前髪めっちゃ理想。ありがとう。なんでだろう。作り方がわからんのよね、自分でも。なんかスッと巻いてるだけだから。でもなんか分け目が内側にある方が、なんて言ったらいいんだろう、清楚感というか儚い感がある気がする。ジロン。
ちの前髪いいなって前にアリちゃんが言ってた。え、アリちゃんって前髪にいいなって思う。アリちゃんの前髪が羨ましいけど、自分なんか浮いてる人だから、私浮かないから汗でベチャってなっちゃうんですけど、でも今日はなんかならんかったな。まあね、クーカちゃんの前髪好き、コジコジ好きです。めっちゃ教えてくれる今日。今日は全然固めてないけど、みちは触覚あんま作らないよね。触覚似合わないんですよね。作ったことはあるよ、作ったことはあるけど、ない方がいい、似合うんですよ顔に。アリサが昨日言ってたけど、みちって化粧好きな、好き、めっちゃ好き、ずっとやりたい、私ずっとやりたいって思ってた、思ってる。カラコンみたい。そう、なん触覚似合わんの、なんで似合わんのじゃろうと思うんじゃけどね。本当に似合わないんですよ、これはガチ。メイクするときに意識してる。ないかも。触覚あり派ですわ。でも私の顔はね似合わないんですよ。まあ、これはなんか触覚っていうかじゃけどさ、もうなんか。どうなんじゃろうな。あとはなんか顔にかかったりするのが好きじゃなくて出さんこともあるけど、今日はめっちゃ出してましたけどね。今日ぐらいの出だったら逆にかからん。ラストワンションまで一番口引かれたことありますか？ない。引きたかったことはある。でもラストワンってさ、買えば手に入るけん優しいよね。ラストのワンにすればいいの。お金があれば解決する話だからすごいよね。今日見て頭小さいと思って。本当？食べっ子動物のガチャコンプリートできました。すごいいいな。ちが好き、ありがとう。まあ、似合わんというか、こっちの方が似合うって感じですね。次の一番口は強引にラストワンって言うと、おお、いいね。ツヤっぽい。メイク道具変えたからですかね。もう年末って気分になってる？なってないけど、明日から2つに入り浸りだから、多分明日からなると思います。年始までゆっくり、うん、たくさんゲームできるよ。グーイエイイエイ。やっぱ
23歳に向かって完成されていくと思う。そうなの？23歳って完成の年なんですか？最近はベストオブ道2021を決めるために。確かにそんな時だね。画像フォルダー漁ってます。おお、まあ、イエーイイエーイ。でもできるとしないのがゲーム。わかる、めっちゃ今思ってた。私もイエーイって言いながら思ってました。私もイエーホー。この前のアンダクリのハモリめちゃくちゃ綺麗で感動。ありがとう。ずっとハモっときたい。あ、1月4日のバッグ今日ありがとうございました、1年良いお年をって言ったら、まあまた来週ですって言われて、また来週か、思ったより早いですねってなった。昨日テレビゲーム総選挙してたけど1位ゼルダなんです。ゼルダはすごいって親も言ってました。父が今日ありがとう、みちだけがお見送りで目を見てくれました優しい、嬉しいか。そうなんですか。そんな、みんな見てたんじゃないの。あなたが私しか見てなかったんじゃない。だから私しか目が合わなかったんで。てへっ、ウマ娘すごい。自分に酔っとるかははは。桃鉄したい。桃鉄しようかな。そうかも。いや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 、そうなんかい。さっき外国の人が目隠しでマリオクリアした。すごい。ナイスシャワー知ってるよ。シェルで吹いちゃったね。いやー、そうですね、ゲーム配信は難しいですね、ショールームでは。実はももくろところがね、すごいですよね。マイクラはゲームでしょ。私なんか北に飛ぶカードめっちゃゲットしてた。やった時ぶっ飛び。誰とやるのわかりません一人かもしれない。自分で最初に買ったゲームって覚えてない。ね、YouTube したい、ゲーム実況。いや最初はてか最初はっていうか、うん、うちが家族がゲーム好きだから。その家族のてか家にあったゲーム機が最初だから、自分で買ったが何かわからんな。自分で買ったことないかもしれない。いやあるんですけど一番最初にやったゲームの本体はゲームボーイの、なんだっけな、ゲームボーイじゃないんですよ。でもあの何ですっけ、私よく言ってるやつ
緑のなんか透明なやつ、ちょっと透明な正方形みたいなパカパカの DS みたいなのもやっとった。銀色のやつ初めて買った CD はあのね、なんだっけ、ナポリタンがなんちゃらみたいなやつ。編集はやったことない。でもやってみたい。最初に買った CD っていうか、あの最初に欲しくなった CD、 買ったのはももクロさんだったと思います。私自分で買ったのは、アイドルになりたいと思ってるんですが自分に自信がなく、バカにされそうで周りに言えない。いや、わかるよ。でもその気持ち、私もあのちっちゃい時とかなんか言うの怖くて、お花屋さんとかあのケーキ屋さんとか言ってました。でも自分の人生だからね、結局ね、人をね気にしてもねしょうがないって分かりました。自分が幸せになる道に進めたらいいなって思うし、応援してますよ。私は慣れた未来で待ってくれてる方もいるから、ちょっと何やっけな、あのでもジャニーズの方、東山さん、あのなんだっけあれ、あのナポリタンセニョーレみたいな、なんだっけ、なんかのドラマの曲だったんですよきっと。で私めっちゃ好きで、そのドラマが、んでその曲がめっちゃ好きだった。もう小学生の時とか、あ、愛しのナポリタンなんていう曲、どんな曲だったっけな、なんかね、でもね最近なんか本当に好きで、その曲がちっちゃい時で、最近また聴きました。めっちゃ懐かしいと思って。どんなんだったかな、愛しのナポリタン、ナポリタンなんちゃらな響きみたいなやつ、あ、そう小学生とかだったけん、多分そのね、身近な食べ物の歌が多分ね刺さったんだと思う。そう、好きでしたね、めっちゃ。何歳の時でしょう。あのタンゴみたいな曲調もいいよね。そうそうそう。今その曲を流しながら配信見てる。面白い。ナポリタン作れると。ヘキサゴンの糸の曲、こっちも聴いてた。ないない、シューチシンシューチシン、あれもチンプンカンプン元気よく、チンプンカンプン可愛くね。歌詞に感動して泣いてる。いや絶対感動するやつじゃないやろ。小学生の時そんな感動するやつ好きになった覚えない。フリーの日はメイクあんまりしません。
ドルの卒業ソングで好きなの、なんだろう、でも帰り道好きかも。帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ、好きかも。結構全部好きなんですけどね。好きだったこの場所、でもあれも好き、卒業ソング、まあいわば卒業ソングのあのあれです、後悔なんかあるわけない。あの、なんだっけ、何もこど、どんな歌詞やっけ、2番のサビ、どこに行こうか、何もない、なんだっけ、過去がどんなに眩しくても未来はもっと眩しいかもしれないとこ好き。わかる。どんな歌詞だっけ。どこに心の氷があるわけじゃなくて、何もないとは言い切れないだけだ、でもそれは一瞬のセンチメンタルかもしれない、次の道に進むその分起点はためらってしまうもの、ここまでやってきたんだ、自信を持とうよっていう歌詞が好き。わかるって思う。なんか心残りがここにあるっていうわけじゃなくて、何もないとは言い切れないだけっていうのが、あ、すごいこの歌詞って思った。なんかね、そう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 みたいな歌詞だなって、そういうことだったんだみたいな。 でもそれは一瞬のセンチメンタルかもしれないってそう思うけど、たださ、ずっといた場所から離れるのが寂しく感じるその一瞬の気持ちなのかもしれないよねっていうのが、あ、そうなのかなみたいな。確かにそう、一瞬の気持ちなのかもなとか、すっごいあそこの歌詞すごいなって思いました。私ね、そう、何もないとは言い切れないだけっていうのが、確かに。輝く未来のためと互いに分かるだろう、帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ、誰たちの歌詞泣ける。本当？どこだ？
どこが泣けるんだろう。お見送りの時ピースしてくれたらしてくれますか。うん、もちろん。決心のきっかけは理屈ではなくて。今日は二重かき多分ね、めちゃめちゃなんかあんまりそう見えんけど、アイシャドウをめっちゃ塗ってるからそう見えるんだと思う。その分濃い影ができるというかさ。今日はトロとココがくれた赤のアイシャドウを使いました。スタジオは濃くしたくなるんですよね。まつ毛は地毛です。あ、でもマスカラは塗ってるけど。今のリップステージは濃い方が入ると思う。うん、今度から濃くしようって思った。なんか STU って清楚なイメージがあるから薄くしようって思っちゃうんですけど、ステージは頑張ります。ふふふ。ダンスに迫力が増してました。本当？でも自分的には満足いかなかった。悔しいけど。ありがとうございます。今日は前ハッチが好きな女の子メイクにしました。ありがとう。それでは壇上を読みます。13位おっさん、12位しぎさん、11位むけんさん、10位刀剣太郎くんさん、9位長谷川さん、8位チョコミントさん、7位ほじゅさん、6位水口さん、5位ブルーさん、4位坪ゆうすけさん、3位セリアさん、2位中原さん、そして1位はドゥルルンチちゃん、なんちゃんさんでした。ありがとう。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。バイバーイ。